次に岡沢隆一議員の質問を許可します。岡沢議員。先日発生した台風18号の災害で被災されたすべての皆様に心からお見舞い申し上げます。それでは通告に従いまして、一般質問させていただきます。まずはじめに、今後寄贈を受ける予定の美術館についてお尋ねします。7月に開催された総務委員協議会において、市民の方から美術館を建設し美術品とともに寄付したいとの申し出があったことが報告されました。また今月3日には、その建設候補地の現地視察会が開催され、私も参加しましたが、現地において建設箇所の大まかな説明がなされたところです。市ではこの申し出を受ける方向で検討を進めているとのことですが、これまでの経過と申し出を受けるに至った理由をお伺いします。また建設候補地は氷ヶ丘中央公園内とのことですが、同公園内を建設候補地とした理由、加えて寄付される美術品について、作者などの主な作品の概要と、美術品が建設される美術館にすべて常設で掲示されることとなるのかを合わせてお伺いします。次に、総合文化施設整備についてお伺いします。本格的な少子高齢社会が到来する中で、市民が真に豊かさを実感できる社会を実現するためには、効率かつ効果的に社会資本を整備し、質の高い公共サービスを提供することが自治体の管理者に課せられた重要な施策課題であります。この実現のために、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、財政資金の効率的な使用を図りつつ、官民の適切な役割及び責任の分担のもとに、公共施設等の整備等に関する事業の実施をできる限り、民間事業に委ねることが求められています。そこで現時点で市はどのような総合文化施設を作ろうとしているのか、財源確保及び諸施設構成、用地費、施設整備費、維持管理費、運営費等の総事業費、事業手法、事業スケジュール、予想集客数をお伺いします。以上で1回目の質問を終わります。岸政策企画部長。はい、いただきましたご質問に順次お答えさせていただきます。まず1、今後寄贈を受ける予定の美術館についてでございますが、本年7月市民の方より交流丘周辺において庭園に囲まれた美術館を自らが建設し美術品とともに寄付したいとの申し出をいただきました。本市といたしましては、この寄付の申し出は市民文化の向上に大きく寄与するものであると考えており、お申し出をお受けしたいと考えております。また、建設候補地につきましては、先ほども申しましたように、氷ヶ丘周辺でという寄付者の強い意向を踏まえた上で、検討を進めた結果、氷ヶ丘中央公園内を建設候補地としたものでございます。その理由といたしましては、同公園は面積が約 2.6 ヘクタールと比較的広く、緑が多い閑静な地域に立地している一方で、近隣には氷ヶ丘図書館や多くの商業店舗が存在しているためでございます。また現時点において寄贈作品の内容、点数は確定はしておりませんが、予定をしておられるのは近代、現代の美術工芸品で、著名な作家といたしましては美人画の大家として知られる鏑木清隆や、格調高い花鳥画を得意とされた上村祥子、洋画、随筆など多彩な作品を残した中川和正や、単純化した構成と重厚な画風で知られる鳥海青磁、独自の技法を作り上げた京都の陶芸家、楠部弥一や、備前焼の人間国宝、藤原慶、
東京芸術大学教授も務められた彫刻家、平口田中などとなっております。これらの作家の作品はおおむね1点ずつとお聞きしております。なお、これら美術工芸品の寄付を受けるにあたりましては、作品や額の状況、梱包状況、作品の採寸や写真撮影などの調査、確認作業が必要であると捉えております。今後、こうした作業を踏まえた上で、美術費の寄付の収受手続きを具体に進め、適切な時期に議会へご報告してまいりたいと考えております。最後に、常設展示につきましては、寄付された美術品だけを常設展示することは想定しておりません。他都市の美術館と同様、企画展など、主催事業の取り組みなども必要であると認識しており、企画展開催時は所蔵品を収蔵庫へ保管することになりますが、寄付者にもその旨ご理解をいただいております。次に、総合文化施設整備についてお答えいたします。総合文化施設の考え方につきましては、5月の総務委員協議会におきまして、市民や事業者などに対する二次調査の結果に合わせて、大ホールをはじめ、小ホール、イベントホール、美術ギャラリーなど、主な施設についての市の考え方を報告させていただいたところでございます。この総合文化施設につきましては、現在、総務常任委員会におきまして、さまざまな観点からご議論いただいているところであり、その他詳細につきましても、市議会における議論を踏まえた上で、総合文化施設整備に係る市の考え方をまとめた整備計画をできるだけ早期に策定してまいりたいと考えております。以上、岡澤議員。2回目は要望とさせていただきます。まず美術館についてはですね、この度の寄付については、枚方市にとって大変ありがたいお話だと思いますし、自ら資材を投じて建設した美術館を市民文化の向上に役立ててほしいという寄付者の尊いお気持ちに心から敬意を表したいと思います。ただ、少子高齢化や人口減少が今後も進んでいくことが予測される中、本市の財政見通しについても決して楽観視することはできない状況です。美術館や美術品は寄付されるとしましても、その後の維持管理や運営にかかる経費は本市が負担することになります。時代の要請にあった適切な維持管理を行っていくためには、総合的かつ戦略的なマネジメントにより、計画に基づいた効果的、効率的な施設の経営管理を実現する必要があります。施設については、民間との複合施設の整備を実施するべきであり、建設候補地については、市民ニーズを的確に捉え、最も効果的な利便性の高い候補地に改めるよう求めておきます。今後はこういった意見を念頭に、慎重かつ丁寧に物事を進めていただくことを強く要望いたしておきます。次に、総合文化施設整備については、先ほどご答弁がありましたように、市は5月の総務委員協議会において、民間施設の合築ではない市単体の施設を考えていると報告しましたが、今後、市議会における議論を踏まえた上で、総合文化施設整備に係る市の考え方をまとめた整備計画を策定するとのことですから、その他の詳細についても一切ご答弁をいただけませんでした。現時点では白紙で、これからじっくり時間をかけて整備計画を策定すると言って理解させていただきます。これ以上質問してもご答弁がいただけないので、要望させていただきます。市は市民ニーズに合った最良の公共サービスを最も効果的な方法を用いて、市民に提供する責務があります。この事業を進めるにあたっては、すでに行政に届いている市民ニーズ以外の、まだ行政に届いていない市民ニーズを的確に捉え、グローバルな視点に立ち、市民ニーズに合ったマーケティングを確実に行い、市民に対してより良い行政サービスを提供し、最小の経費で最大の成果を上げるためにも、民間の持つ資金、経営能力及び技術的能力を活用することによる効率的かつ効果的に実施できる手法により、民間との複合施設の整備を実施するべきであります。
今後はこういった意見を念頭に整備計画を策定していただくことを強く要望いたしまして、以上で私の質問を終わりたいと思います。これにて岡澤隆一議員の質問を終結します。